オーストラリアの司法制度は自治権を持つオーストラリアの州と特別地域とでそれぞれ構造の異なる独自の裁判所と議会である。また、司法制度は州ごとに影響し合うが法的拘束力は持たない。オーストラリア連邦議会で可決された法律は全国土に適用される。現在のオーストラリアの司法制度と政府の体制は歴史的に イギリスの制定法の法的妥当性を掲示している。1900年制定のオーストラリア連邦法はその一つである。オーストラリアの司法機関と法律の慣習が単一文化的性質であるのはイギリスを起源するためである。現代の国際法の概念、ソフィズム、私有の考えを理由にイギリスはアボリジニの人々がオーストラリア大陸を法的に所有するには 原始的すぎると判断した。イギリスはニューホランドを無敷地を意味するテラナリアスとして扱うことにした。イギリス人が入植した無人の土地に英国法が適用されることを、スーミツインが認めて以来、アボリジニ先住の土地やアボリジニの習慣、起きては居場所を失った。1828年オーストラリア裁判所法により、同年までに可決されたすべての英国法が可能な、 限りニューサウスウェールズ州及びファンディーメンズランドに適用されることが明記された。クイーンズランド州とビクトリア州はもともとニューサウスウェールズ州の一部であったため、同日に英国法が適用された。しかし、英国法が南オーストラリア州、西オーストラリア州に適用された日は異なる。ニューサウスウェールズ植民地に設置された初期の民事及び刑事裁判所は、 未発達で適応性があり、軍事的であった。司法の正当性が常に遵守されていたわけではないが、裁判所は総督の権限を制限した。また、植民地における法律は、英国法よりも平等であることがしばしばあった。裁判制度は、英国議会の法律を通して、英国のモデルを基盤にして1824年までに築かれた。1823年、 ニューサウスウェールズ法によりすべての刑事及び民事裁判を王座裁判所、民訴裁判所、国会議事堂の財務裁判所と同様に裁ける基盤となる最高裁判所が設置された。治安裁判所、指揮裁判所、請願裁判所を含む下級裁判所も設置された。1840年代から1850年代にかけて大議政治が台頭し、 19世紀後半には多大な自治権が地方議会に与えられた。植民地議会は無記名投票や婦人参政権など英国で実現するまで長年要した改革を推し進めた。にもかかわらず各植民地にまで影響力を持つ英国議会法は植民地議会において制定された法律を無効にする最高権力を持っていた。英国において新たに定められた原則が オーストラリアにおいてもコモンローとして適用される状態は続いた。例としては、現代のネグリジェンス法の発端である有名なドナヒルタイス・ティー・ブンソン事件の原則は、コモンローが刑事された時点で適用されることが潜在的に決まっていた。キャンベラの国会議事堂に保管されている1986年、オーストラリア法の書類オーストラリア連邦憲法は、英国議会の法律である一方で、 20世紀になると、オーストラリア政府における英国の役割は名目上のものになっていった。また、連邦政府は、司法関連の文脈では通常、ザ・フェデラル・カバメントではなく、ザ・コモンウェルスと言及される。しかし、オーストラリア議会の独立の機運が高まることはなかった。自治療の同意を得ずに、英国法が自治療に適用されることを明記した1931年。 ウェストミンスター憲章に向けての会議に、オーストラリア各州の代表は参加しなかった。オーストラリア連邦は、ウェストミンスター憲章を1942年まで行使することはなかった。英国議会、連邦議会において可決された1986年、オーストラリア法制定にあたり、ついに議会の完全なる独立を果たした。自治の同意と要請により、英国で法律が可決され、 その法律が衆議会や連邦議会に適用されることはなくなった。オーストラリアのすべての裁判所から数密委員への広告も完全に廃止された。オーストラリア法は英国からの象徴的な独立を意味した。これは法案に署名をするためにエリザベス2世が来合をしたことによって強調された。20世紀最後の四半世紀の議会の独立と並列して、 オーストラリアと英国の古文ーの不一致がますます見られるようになった。加えて、1969年ニューサウスウェールズ州植民地法適応法など、オーストラリアに掲示された多くの英国の法律が衆議会で廃止された。オーストラリアの共和主義運動は1990年代に起こった。この運動は、オーストラリアを立憲君主制から、 共和主義の政府にすることを願ったものであった。オーストラリアの司法の起源の議論は、連邦という構造により複雑化されている。連邦では、州憲法、連邦憲法と2種類の成分憲法が存在する。さらに、制定法にも2種類あり、州と連邦の制定法が重複する場合は、連邦憲法がどちらの制定法が正当かを決定する。公衆法制度改革委員は、 法務長官そして法的範囲によっては市民の改革案を調査する。一英国議会が可決したオーストラリア連邦法により1901年にオーストラリアは連邦となった。オーストラリア連邦憲法にあたり英国法を踏襲しオーストラリアの民主主義を根幹とする憲法を制定するために10年近く議論を重ねた。オーストラリア連邦憲法は 連邦議会の司法権は、英国女王、上院、そして下院に与えられると明記した。女王の議会における役割は、最下を下すことであり、この権限は、法務長官が代わりに行使する。現在オーストラリアでは、女王は議会を承認する役割は担っていない。連邦政府の権限も憲法に、明記されている。第51項に、 オーストラリア議会が法律を制定できる範囲が明記されている。司法の衝突があった際には連邦法が適用される。しかし連邦法が可決されるのは憲法によって認められた範囲の事項だけである。議論になった際にはオーストラリア最高裁判所が連邦政府に権限があるかどうかを裁定する。また連邦議会は一つまたは 複数の州議会にとって言及された法律を制定することができる上、オーストラリア連邦の権限に付随する法律を制定することもできる。オーストラリア連邦議会のみが制定できる範囲の法律もあり、連邦政府の所在地、公共サービスの管理などがこれに当たる。憲法参照はオーストラリア最高裁判所の設置、加えて他の連邦裁判所、または 連邦政府の権限を州の裁判所に付与することを認めている。オーストラリアの裁判所は憲法に関する裁判においては数密院への広告を認めている。最高裁判所から数密院への広告と州の裁判所から数密院への広告はそれぞれ1975年、1986年についに廃止された。憲法は数点において人権を保障している。 これは、米国の権利焦点とは、比較にならないほど少ない。明記されている人権の政治的表現の自由や、習慣における公認資格の認知などは、最高裁判所において、法的解釈によって判断されるとされている。法律が改正されるべきだと政府が同意した場合、議会の法定弁護士により法案が起草される。法案は破棄、改正、または承認される前に、 病院により読み上げられ議論される。承認された法案は、州総督、または連邦総督の承認を得られなければならない。連邦議会は、地方議会や法律の執行官庁や政府機関に法律の制定を委託することがよくある。制定法のほとんどは弁護士や裁判官のためではなく、行政上の決定権を握る人物によって行使されるためのものである。 法律によっては法的解釈の幅が大きいものがあり、これは法律の影響力が大きい場合、または影響を受ける者たちが裁かれる場合である。裁判において訴訟当事者に優位に働くような解釈が用いられることはよくある一方で裁判所の解釈は訴訟当事者が提示した、それに縛られることはない。オーストラリアの法律は 制定法の解釈という従来のアプローチから逸脱した。主流のアプローチは、規範が厳格に適用されることがないようにすることである。なぜなら、最優先の目標は、議会の意向に沿った形で、制定法を解釈することだからである。この合目的アプローチは、制定法によって推進されている。すべての州、準州の法律は、外部資料を参照することがある。 アメリカ合衆国の最高裁判所と違い、1903年に設置されたオーストラリアの最高裁判所は、州の最高裁判所から広告をして、各してオーストラリアのン文堂は統一される。アメリカ合衆国と異なり、オーストラリアの最高裁判所は、州や準州の最高裁判所の上に位置する。1963年以前、最高裁判所は、 貴族院の裁定に法的拘束力を持たせており、オーストラリアと英国のコモンローは一貫性があった。1978年、最高裁判所は、スミツイ院の司法委員会の法的拘束力を解除した。南オーストラリア州では、地方裁判所で賠償金の支払いを裁定することができるようになった。クイーンズランド州においても、 刑事裁判を行った法廷で賠償金の支払いを裁定することが可能となった。タスマニア州ではタスマニア最高裁判所の司法官、記録官や準記録官により賠償金支払い裁定が行われる。ありがとうございます。